美濃国分寺は岐阜県大垣市、青野町にある寺院。高野山真言宗の純別格元山、西美濃三十三霊場万願札所。三号は金銀山。本尊は薬師如来。奈良時代に聖武天皇の御事のりにより日本各地に混流された国分寺のうち美濃国国武装寺の後継寺院にあたる。本校では現寺院と共に 古代寺院跡である美の国分寺跡と美の国部アマデラ跡についても解説する。美の国分寺の空中写真中央に古代国分寺跡、上方の山徳に原国分寺境内が位置し、原国分寺の右側の樹層に河原釜跡が位置する。岐阜県西部大垣市街地から西方の国分寺山の南東録に位置する。聖武天皇の御と乗りで創建された。 国分寺の宝刀を継ぐ寺院で、古代国分寺は玄国分寺南側の平坦地に、一市、忍那三年に消失、その後の再建を経て十二世紀末頃には、衰退したとされる。そして、玄長元年に、途中から掘り出された、薬師如来像を本尊として玄国分寺が、再興されたという。付近では、美の国部アマデラ後の他美の国府後、中藩大塚古墳が、南方には、 南宮大社、西方には、不和関も立地し、古くから政治的、文化的中心地かつ要所であったことが知られる。古代国分寺跡については、陶祖石の露出や異物湿度により、古くから国分寺跡であることが知られており、1916年に国の史跡に指定された、1968年度以降に発掘調査が実施されて、仮覧の大部分が判明し、現在では、 史跡整備の上で、美濃国分寺跡歴史公園として公開されている。また、原国分寺では、本尊として、平安時代の作とされる一木造の巨像の、薬師如来像を現在に転生する。聖武天皇像創建は不詳。天平十三年の国分寺建立の御事のりの頃に、創建されたとみられる。発掘調査では、主要同等は750年代には完成していたと推定される。 また、美ノ国分寺以前となる、白宝記の寺院跡の重複が認められており、その前身寺院を踏襲して、国分寺が建立されたことが判明している。同様の白宝寺院として、不和軍域では、国分寺南方で、都の寺席、宮城廃寺跡も認められている。なお、後継寺院である、金銀山国分寺の寺伝では、天平九年に、聖武天皇の直を廃した行記が、 当地にいたり、自ら、薬師如来像を掘って、本尊とすると共に7動画欄を立てて寺を開いたという。伝承内容はつまびらかでなく、口実のように、薬師如来像については、後世の平安時代頃の作になるとされる。天平神後2年、元一には、伊勢国、美濃国などに命じた内容のうちに、感謝修理数を総問させる場合には、国部二次もこれに準じるようにと見える。 神語慶運4年、元二には、美濃国宝剣軍の少な量の国造有万が死闘二万束を国分寺に献じたことで少女された。また、放棄6年、元三には、伊勢国、尾張国、美濃国で異常風雨があり、国分寺、諸寺島19が倒壊するなどの被害が出たと見える。任那3年、原4には火災によって全焼し、その機能は、むしろ田軍帝学二時に移された。 その後の再建について、文献上に記述は認められていないが、発掘調査では10世紀前半引く中頃には、当地での再建が認められる。延長5年成立の演技式取税上の規定では、ミノ国の国分寺料として、いいね4万束が当てられている。観光元年の感染時、言語では、ミノ国国分寺の同等造者の破損状況を調べる。ために、 坂本忠邦らの派遣が命じられており、当時には同等の存在が認められる。また、長元二年には孫色氏が使わされた。なお、現在の金銀山国分寺の本尊で11世紀頃の作とみられる。薬師如来像について、元は再建国分寺の本尊とする説があるほか、自席域からは11世紀代の海遊陶器も多数、検出されており、当時の寺勢が示唆される。 しかし、その後12世紀末頃までには衰退し、国分寺としての機能を失ったと推測される。中世紀には、安定2年の文書で、ゴ大ダ領になった旨が、昭和3年の文書で、御子土地新郎から四つ辻入道新郎へ変換された旨が見える。また、現行2年の文書には、山城第五次連造院の傍領として見える。常時4年の文書では、 美の守護の時より安に対して、伊勢、美の、尾張などの国分寺に対する春日社像大量の負荷が命じられている。江戸時代に入り、玄長元年にアジャリの正則が途中から薬師如来像を掘り出し、これを本尊として国分寺を再建したという。近代以降については次の通り、美の国分寺跡主要が蘭南門跡の位置から、中門跡回廊内建物跡、 東跡、近藤跡を望む、近藤跡と跡回廊内建物跡掃除跡は、原国分寺の南方に位置する。地域は、東西230メートル、南北250メートルで、築地米をもって区画されていた。主要画乱として、南門、中門、近藤坑堂僧坊が、南から一直線に配されていた。そして、中門左右からは、回廊が出て、 近藤の左右に取り付き、その回廊で囲まれた内側の東寄り二塔が、廃される、大幹大寺式藍配置になる。以降の詳細は次の通り。近藤本尊を祀る建物。木段は、戦石木段で、東西36.5メートル、南北22.85メートルを測り、南北両面の中央に階段を伏す。また、木段周囲には、犬走りが、その外側に、 甘落ち溝が認められる。木壇上建物は胸を東西方向とする桁行き市島。張間島の建物で、東西九点四メートル、南北十六点二メートルを測り、C に日差しを伏す。現在は、道一で木壇が復元されている。東京店を収めた塔を収めた。回廊内側、中門、近道の間の東寄りに位置する。木壇は、潜石木壇で、東西九点零メートル。 南北19.2メートルを測る。気壇の赤度には、半畜技法が認められるほか、気壇周囲には、雨崩石が巡らされる。気壇上建物は70棟と見られ、3県四方で一辺10.8メートルを測り、高さは58メートルと推定される。気壇中央において深礎が認められるほか、4点中、川柱の礎石も認められている。現在は、 同位置で木段が森土により表示されるとともに、階段が復元され、現物の礎石が露出展示されている。回廊内建物用途不明の建物、回廊内側、中門、近道の間の西寄りに位置する。木段、礎石は検出されていないが、雨落ち溝の検出により、木段は東西25.4メートル、南北16.4メートルとされる。溝内からは、 平安時代の瓦が出土しているため、忍泣きの火災後の再建建物と推測する説がある。現在は、同一で気団が森土により表示されている。行動経典の講義、教説などを行う建物。近藤の北方に位置する。気団は、石積み気団で、東西27メートル、南北18メートルを測る。気団上建物は、祖先建物で、 胸を東西方向とする桁行き五県張間島の建物であり、東西21メートル、南北12.18メートルを測り、C に日差しを付す。屋根は日和田ぶきと推測されるほか、北側には総棒へと続く、野木楼を有する。現在は道一で遺構表示がなされている、総棒像の宿舎、回路西側で遺構が検出されているほか、行道北側、 回廊東側でもそれぞれ存在が推定される。西面相棒は、掘った手柱建物で、胸を南北方向とする桁指10軒以上張ります3軒の建物である。前身寺院の転用であるほか、二度の建て替えが認められる。現在は、同一で基段が森土により表示されている。北面相棒は、行道と、の木楼で接続するとされるが、詳細は明らかでない。 共造経典を収蔵した建物。回廊外側、近道、近道の間の東寄りに位置すると推定され、首蝋と同等程度の規模と見られるが、未検出のため詳細は明らかでない。現在は推定位置で基段が盛り土により、表示されている。首蝋本性を吊るした建物。回廊外側、近道、近道の間の西寄りに位置する。基段は、戦石基段で、 東西8.91メートル、南北12.9メートルを測り、気壇周囲には雨落ち溝が巡らされるほか、その外側には石腑が認められる。気壇上建物は、掘った手柱建物で、胸を南北方向とする3軒2軒で、南北12.2メートル、東西8.6メートルを測る。現在は、同位置で木壇が復元されている。中門近道の南方に位置し、左右には、 回廊が取り付く。基段は東西18メートル、南北8.2メートルを測る。基段上建物は礎石が作兵を受けているためつまびらかでないが、前進寺院の建物の掘って柱の柱根数本が検出されている。現在は同位置で基段が森土により表示されている。回廊注文、近道を結ぶ屋根付きの廊下で注文左右から出て、近道左右に取り付く。 幅は6メートルで、回廊全体としては、東西120メートル、南北93メートルを測る。気団に、反築は認められていないほか、気団周囲の雨落ち溝には、線が使用される。溝内で検出された、大量の火和田より、回廊の屋根は、ひ和田吹きと推定される。南門中門の南方に位置する、国分寺の正面門。 基壇は作兵されていたが、速攻から東西19.8メートル、南北12メートルと推定される。基壇上建物も作兵のためつまびらかでないが、前進寺院の建物の掘ったて柱の柱根数本が検出されている。現在は同位置で基壇が森土により表示されている。築地米地域を区画する兵、幅6.2メートル、高さ3メートルを測る。南、北。 西側では平素とに、幅約3メートルの大溝が巡らされる。現在は、道一で、森土、植栽により表示されている。以上のほか、国分寺跡正面では、山道、銅座を支柱、掘った手柱建物、井戸が認められている。また地域からは大量の瓦、土器のほか、金属製品、木製品が検出されており、それらの一部は、 大垣市歴史民俗資料館で展示されている。なお、国分寺山の山麓では、画用跡が認められているほか、国分寺跡周囲では、上理性の地割りも認められる。また、青野町に鎮座する八幡神社は、国分寺の鎮守であったと推測される。美の国分山寺跡推定地比二次跡は、不和郡樽井町、平尾の地に推定され、現在は、石碑が建てられている。同地は、 ミノ国府跡とミノ国分寺跡の間に位置し、湿度瓦には国分寺跡と同じ文様が認められている。2004年以降には発掘調査が実施されており、建物基段が検出されている。所在地交通アクセス関連施設、周辺原点出展美濃国分寺跡に関するカテゴリー、ミノ国分寺跡歴史公園に関するカテゴリー、ミノ国府ア寺跡に関するカテゴリー、ありがとうございます。